で、ここ上にシンマンが来るところなんだけど、あ、開けて入ってきた。あ、なるほど、こうやって探してたんだ、上の部屋から。あー、で待ってると結構先まで行くんだな。あ、でも止まるわ。あー、ちゃんと上に部屋あったんだね。繋がってたってことか。で、こっちはね、下にいるからね。で、やつが入ってきたドアの先は何もないと。まあ、そりゃそうだな。で、本来見えない、あれ？シーマンどっか行っちゃった。本来見えないこの部屋のところにも、絵があるね。絵があるけど、まあまあ見たことある絵ばっかりだね。これ、シンマンが来るこの場所に来たらどうなんだろう。はい、本来だったら、シンマンが通ってる場所のところにちょっと来てみたんだけど、あ、折っちゃった。あ、でも、じゃ、そっか、これジャンプできないんだ、本来だと。だから登れないんだね。あー、隠れちゃって見えないわ。隠れちゃって見えないですね。そしてまあ、こっからだと、他の場所に行きようがないんだな、結局。あ、そして、奥にも穴あるんだ。奥に穴あって、奥の穴から、あ、折ったわ。なかったわ、そんな道は。さっきはなんかちょっと変な動きしちゃいましたけど、で、上からシンマン来る。で、シンマンが確かどっかで覗いてくるって演出があったと思うんだけど、ここ、ここ。ここは？あー、めっちゃ見てますね。あ、消えたわ。覗いて消えるんだ。で、奥からシンマンが来るところなんだけど、入ってくるところをこう見て、おー、こう見ると怖いですね。奥の部屋には何もないな。今度はもっと素早く行きましょう。ここ入って、やっぱり中には何も部屋はないと。で、まあ左右の部屋もまあ当然ないですねと。なるほどね。あー、で、またこれ。あー、でも今回はバグんなかった。あ、若干傾いてんだな、これ。ドアも傾いてるし、シンマンも傾いてるし。ちょっと今、シンマンの背後に来たんですけど、ちょっとシンマンそこにいるんで、ちょっと後ろの方に行ってみたんですけど、うん、やつは気づかないですね。私はこっちにいるんですけど、なんかどっかに向かって歩いていこうとしてる。あ、でも遅えな、これだと。これどれぐらい近づいたら気づくんだろう。シンマン気づいて。あ、気づいた気づいた。さあ、シンマンが来る前にいろいろ見ましょうか。ここだよね。ここに、こう、てか、電車がこう、ぶっ刺さってんだな。よくよく見ると。で、ぶっ刺さってる電車の中を見ると、貫通してますね、完全に。あー、貫通してるね。建物の後ろのところまでガツンと貫通していて、あそこの屋根のところをこう、滑ってきたと。でも、これはどうなってんだって話なんだけど、多分、これレールだよね。多分これレールで、なんかちょっと上に浮いてるのがどういうことなんていう話なんだけど、うん、まあでもこれぶつかるよな。やっぱりどういう構造でこうなってるのかさっぱりわかんないけど。あ、スタンバイしてるじゃん。もう先回りしてんね。先回りしてるけどどっち向いてんの。後ろ向いてんだ、わざわざ。
逆側を向いてますね。かっこいい登場の仕方を考えてんのかな。で、電車の中を見てってみると、あーもうの看板というか、まあチラシですねがあったりで、スタンバっているところはちょっと暗くてわかんないな。ここら辺は飛び移った先とかは、まあ、でもそんなに見るべきものがあるとは思えないけどね。でも襲われるよりも先に、最後にね、あの電車が到着するところ、あれが電車が動いて、まあ、突っ込んでくるところですね。突っ込んでくるところに先に来たんですけども、まあ、当然先はないですね。先はなくって、明かりがあるだけと。で、当然この先のところもまあないですねと、うん、ここにまあ突っ込んでくるわけですね。